皆さん、こんにちは。2020年の8月10日、肺炎のため78歳で亡くなった俳優の渡哲也さん。晩年は外出時にも酸素吸入器が手放せなかったという渡哲也さんでしたが、2017年からは石原プロの相談取締役に再就任していました。亡き石原裕次郎さんへの義理を果たす形で、最後まで石原プロの相談役と取締役を務め上げました。日活で破格の扱いを受け、鳴り物入りで映画デビューを果たしたものの、渡哲也さんの俳優人生は常に病魔との戦いでした。そして、それを支えた妻の敏子さんとの結婚生活はどのようなものだったのでしょうか。今回は、二人の馴れ初めから渡哲也さんの闘病生活とそれを献身的に看病した敏子さんについて見ていきたいと思います。まずは、渡哲也さんのプロフィールを見ていきましょう。渡哲也さんは本名を渡瀬道彦といい、1941年12月28日生まれ、兵庫県淡路島の出身です。180センチメートルと渡哲也さんがデビューした当時の男性の平均身長をはるかにしのぐ高さで注目されました。一方、大手鉄鋼会社の役員の令嬢であると報じられている敏子さん、渡哲也さんの一目惚れだったという敏子さんは青山学院大学の1年後輩でした。渡哲也さんは後に日活からスカウトを受けるほどの男前であり、学内でも常に女性の視線を集めていたのではないかと推測できます。その中で選ばれた敏子さんは渡哲也さんにとって非常に魅力のある女性だったのでしょう。一般人ですので残されている写真は多くありませんが、夫婦のツーショット写真を見る限り、表情が豊かで魅力的な女性だということが伝わってきます。当時の敏子さんは交際相手の渡哲也さんが後の大スターになるとは夢にも思わなかったことでしょう。あるいは薄々感じていたのでしょうか。渡哲也さんは学生時代のうちに敏子さんの両親に挨拶を済ませていたそうです。筋を通す姿勢が男も惚れる男、渡哲也らしいエピソードと言えます。舘ひろしさんは石原裕次郎さんよりも自分の奥さんよりも渡哲也さんが好きだと公言しています。奥さんより渡哲也さんが好きだということについては細木和子さんに怒られていました。その後、渡哲也さんは青山学院大在学中に日活からのスカウトで俳優デビューすることになりました。敏子さんは突如として渡瀬道彦と映画俳優渡哲也を同時に支えていくことになりました。しかし、敏子さんは非常に頼れる女性だったとのエピソードが数多く残されています。青山学院大学の同窓生によれば、学生時代も下宿の部屋探しから何から敏子さんが渡哲也さんの面倒を見ていたと言います。渡哲也さんも敏子さんには全面的な信頼を寄せており、会見や取材で話す内容を相談していたというエピソードも明かされています。結婚の翌年に発症した病魔、そしてある女優とのゴシップにもじっと耐えてきたという敏子さんはとても前向きで明るい女性だったそうです。実は渡哲也さんは吉永小百合さんと若い頃に恋人同士で結婚の約束までしていました。映画「愛と死の記録」でのラブシーンが出会いのきっかけだそうです。渡哲也さんは吉永小百合さんをうちの神さんと周囲に紹介しており、結婚間近と言われていました。しかし、渡哲也さんと吉永小百合さんは結婚まで至りませんでした。その理由は、箱入り娘であった吉永小百合さんの両親に反対されて涙ながらに別れたそうです。吉永小百合さんの両親は、あんなモテ男では娘が苦労すると引き離し、二人は破局しました。渡哲也さんが生前は良き友人として付き合っており、映画「北のカナリアたち」では吉永小百合さんが受賞した第25回日刊スポーツ映画大賞石原裕次郎賞の表彰式で、元恋人の渡哲也さんが花束贈呈役として登壇し、会場を大いに沸かせました。粋なパカライと言えます。渡哲也さんは恋愛や不倫に対して、世の中には本音と建前があって、もしバレなければあってもいいという持論を持っています。そのような破天荒な一面も持ち合わせていた名優を支えるのはさぞ大変だったことでしょう。渡哲也さんが亡くなった後に明かされた数々のエピソードから、
常に夫に寄り添い尽くしてきた良妻としての敏子さんの存在が浮き彫りとなりました。表に出ず常に裏方に徹した敏子さんという存在が名優渡哲也の役者人生を支えてきたと言っても過言ではありません。渡哲也さんの葬儀は家族葬で行われ、石原軍団の姿はありませんでした。なぜならば静かに送ってほしいという遺言を渡哲也さんは残し、それを忠実に守ったとされています。最後まで渡哲也さんの希望に寄り添う強い意志を持った敏子さんの大きな決断でした。ただこの決断には賛否両論集まっており、渡哲也さんを慕っていた舘ひろしさんは参列できずに無念だっただろうという声もあるようです。1964年に日活に入社した渡哲也さんを影の存在として支えてきた敏子さんでしたが、女性人気が高かった日活スター候補渡哲也の結婚はしばらくの間極秘情報だったようです。デビュー当時女性人気が高かった渡哲也さんの人気が落ちることを懸念した日活は結婚はなかなか公表できなかったといいます。1971年に二人きりでハワイで挙式を挙げ、その後敏子さんは妊娠しました。しかし敏子さんの妊娠中から渡哲也さんは生涯度重なる病魔に襲われています。倒れた夫を献身的に看病した身重の敏子さんは心身ともに大きなストレスを抱えることになり、何度も流産の危機があったといいます。とにかく二人の結婚生活はスムーズには進みませんでした。敏子さんは渡哲也さんとの結婚後も表に出ることはなく、仕事に関しても口出しすることなく裏方に徹して病に伏せることが多かった渡哲也さんを支えました。そして結婚の翌年から敏子さんは渡哲也さんの看病に追われることになります。1971年3月にスタートした新婚生活でしたが、翌1972年には腰間肋膜炎を発症します。その後も胸膜癒着症、肺感染症、直腸がんの手術の結果、人工肛門の生活を余儀なくされます。さらに大腸がん、急性心筋梗塞、肺気腫などの病魔に次々と襲われました。2016年には肺気腫や喘息で酸素吸入器をつけて生活するようになったといいます。晩年には酸素吸入器と車椅子なくして生活ができなったようです。突然の病によって大河ドラマ降板などの浮き目に遭いました。そして渡哲也さんが病に倒れるたびに方々へ頭を下げて回ったという敏子さんの姿があったといいます。名優渡哲也の活躍ばかりが印象に残る陰で、面倒見の良さと奉仕の精神、そして強い意志を持った女性である敏子さんの生き様を知ることができました。様々な試練を乗り越え、最愛の妻敏子さんに看取られながら息を引き取ったそうです。渡哲也さんの母も、あなたには苦労のかけっぱなしでと涙ながらに感謝したというエピソードも残されています。どんな形でもいいから生きてほしいと医師に懇願したという敏子さんの愛の深さには思わず涙が出るほどです。さて、かつて渡哲也さんがいろいろな人に恐れられていたということがわかるエピソードを紹介します。2019年4月6日、証券こと萩原健一さんが亡くなってびっくりするようなエピソードがあちこちで紹介されています。その昔、京都の東映撮影所で証券が撮影の仕事に入っていました。同じ日、渡哲也さんを筆頭に石原軍団も別の作品で撮影を行っていました。昼休みになって石原軍団が撮影所の食堂に入ったら、テーブルや椅子がひっくり返され、醤油や調味料が散乱していました。おろおろしている食堂のおばちゃんにどうしたのかと聞いたら、証券が何か気に入らなかったのか暴れて今出て行きましたというのです。それを耳にした渡哲也さんが、おい証券を呼んでこい、ぶっ飛ばしてやると周りにいた学生に大声で指示しました。ところが石原プロのマネジャーが食堂の反対側のドアから顔を出すと、そこで立ち聞きしていた証券がものすごい勢いで走り出し、撮影所から脱走してしまったといいます。いかがだったでしょうか。今回は渡哲也さんの結婚に至るまでの経緯とその後の闘病生活などについて見てきました。石原裕次郎さんも食べたとされる手作り減塩料理で日本のトップ俳優
渡里哲也の活躍を陰で49年間と5ヶ月もの間支え続けた敏子さん、そして石原裕次郎さんの死去から、石原プロを2011年まで支えてきた渡里哲也さん、一度は退任したものの2017年から亡くなる2020年まで取締役として石原プロを支えてきた渡里哲也さんでしたが、陰で敏子さんの献身的な支えがあったからこそということが分かりました。常に全身全霊で石原プロを支え続けた石原裕次郎さんと渡里哲也さんの誕生日は、くしくも共に12月28日、渡里哲也さんが裕次郎さんのもとへ旅立たれた2020年、再会を果たしたお二人の強い絆は、天国でもきっと永遠に続くことでしょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。